どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレでいろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ今回はですね、いい曲ですよ。平林彩香さんの歌うジューピター、こちらはですね、あのクラシックの曲のカバーでございます。はい、心を込めて歌うにはもってこい。はい、やってみようと思います。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにした初心者版簡単バージョン。後半はちょっとかっこいい弾き方で、あの世界観を表現したいと思います。この曲なんですけど、前半は3拍子、後半は4分の4拍子ということで、ワンブロックに前半は3回弾く、後半はワンブロックに4回弾くという、ちょっとこの変わり種の曲でございまして、その辺も面白みの一個でございます。途中で解説しますんで、最後までご覧になってください。さあ、大好きな曲を歌う、聴く、最高ですけど、楽器弾きながら一緒に歌う弾き語り、これぜひ皆さん始めてください。本当に楽しいですからね。だけどね、難しそうだなとか私には無理だなっていう声が聞こえてきそうですけど、ウクレレだったらですね、そんな皆さんも安心です。簡単なんです。簡単、弦も4本しかないし、ちっちゃいからいつでも触っていられるっていうね、それがいいところなんですけど、簡単なだけじゃなくて、やっぱり奥もすごく深いんで、ずっと続けられるパートナーになってくれると思いますよ。ぜひ始めてください。もうちょっとしたらここにリンクあります。このリンク先の初心者レッスンのここというところにピョンとジャンプしていただいて、数字の順番通り動画を見ながらウクレレ触ってるだけで、あれ私今できちゃってんじゃない、うわーってなりますからね。楽しみですね。はい、どんどん音楽気楽に始めましょう。で、 YouTube ですから、いつでもどこでもね、スマホで見られるし、テレビに映ることも今できますよね。しかも無料。皆さん始めましょう。じゃあリンク貼ります。初心者ですが、ここ行ってらっしゃい。クリック、いってらっしゃい。そこには私が今まで取りためたありとあらゆる音楽ジャンルの曲がウクレレで超簡単に弾けるようにできるようになしたウクレレレッスン動画が700曲ぐらい上がってるんですよ。すごいでしょ。はい、最新 J-POP、 定番の J-POP、 昭和の夏メロ、歌謡曲、演歌、あとは洋楽もたっぷりある、ハワイアンもあります、映画の曲、アニメソングもある。さっきのこのリンクはここって言ったところに検索、曲の検索できたり、ジャンルボックスから選べるようになってますんで、お気に入りの曲どんどん見つけてウクレレで弾いちゃいましょう。さあ、それではジュピター、まずは初心者さん向け簡単バージョン。さっきも言ったんですけど、表紙が変わりますからね、そこご注目ください。やってみます。ワン、ツー、スリー、ワン、ツー。 Every day I listen to my heart beat through each other。ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってました。もちろんお聞きいただいて分かったと思うんですけど、もう
すっごいショートカットバージョンです。ショートカットバージョンなんですけど、それでももう結構なボリュームがあるんで、表現力でこの世界観をね、出していきたいなと思います。で、最初の方はね、さっきも言ったんですけど、ワンブロックに3回弾く3拍子ですね。1、2、3、1、2、3です。後半は4分の4拍子、いつものワンブロック4回です。1、2、3、4、1、2、3、4。この使い方が肝になると思います。で、動画を見てできるようになった方は、どんどんこうノートに書き出してもらいたいんですけど、その時の参考になるように私のノートを今から見せようと思うんですが、これですね、いつものようにこれ、今上の段を今やった簡単バージョン、下はこれからかっこいいバージョンなんですけど、かなりこのコードが、かっこいいバージョンだと相当動きもありますから、今これからやる方、かっこいいバージョンの分もメモってくださいね。はい、じゃあこっからどんどんいきます。ここはね、3拍子のこっからここまで3拍子のところで、前半はここ伸ばしてますと。まあまあ動画とちょっと照らし合わせながらメモってください。テロップの方が分かりやすいかな。うん、ちょっとこの辺一時停止、結構コードがバンバン変わってきますからね。はい、この辺かな。はい、じゃあ一時停止で、はい、どういきます。はい、ここら、まあもうパターンというかですね、こっから4分の1拍子に変わりますからね。だからここはほら1、2、3拍子だから、この FFG7 だけど、こっからは FFFG7 ってかっこいいバージョンではなってます。こっから4つ弾く、ここまで3つ、はい、OK かな。はい、じゃあ出てくるコードいきます。今やったシンプル簡単バージョンはなんとコード4つですよ。 C と Am と F と G7 入門コード、やった、これはいいですね。このコードはまあ簡単なやつです。初心者が一番最初に覚えるコード4つですからね。それでやってみました。で、これからかっこいいバージョンに入るんですけど、かっこいいバージョンを見て、 Dm と C7 とE7 が追加されます。E7 がどこ出てくるかって言ったら、ここにたった一回出てくるだけとか、そんな感じですから、C7 とかね。はい。で、これ全部、これ今やったシンプル簡単バージョンはこの入門コード4つ。かっこいいバージョンもこれはね、入門コードと言っていいんじゃないかな。これ全部トータルで、ちょっとこれ今日シェアしたいのはこれですね。ガズレレ必須コード。必須って書いてある。これは必ず覚えた方がいいですよということなんですけど、コードというのは星の数ほどあるんですよ。全部覚えようと思ってもなかなか大変で、そもそもそんな必要ないです。ウクレレで音楽をやろうと思っている皆さんは、ウクレレとものすごい仲が良くて、お友達のコードのグループ。8から10個ぐらいのコードがあるんです。それをガズレレ必須コードと呼んでまして、これを最初に覚えましょう。とは言っても8個もあるのかとか10個もあるのかと思うでしょ。1個ずつ見ていったら指1本ずつのコードがいっぱいありますんでね。簡単なんです。簡単コード10個です。それを以前私がめっちゃわかりやすく解説している動画、ここに貼っておきます。この動画で、ぜひコードを覚えてくださいね。その、全部ここに収まってますから、かっこいいバージョン。はい。そういうわけで、コードはそれでバッチグー。はい、じゃあ次どんどんいきます。かっこいいバージョンの解説としては、やっぱりリズムですね。で、リズム三段活用です。最初は伸ばすだけなんですけど、見てください。さっきも言ったんですけど、ここ、ワンブロックに3つ書いてあるから、1、2、3ってこういう風にいきます。でも最初は伸ばすって書いてあるから、この2行がね。そうするとこうです。Every day I listen to my heart.わかるかな。全部聞くと1、2、3、1、2、3なんですけど、伸ばしてるから1、2、3、ここで言うと G7 だけが弾くって感じ。でダンダンダン、この辺の感じをちょっと動画でつかめてってください。で、このコードチェンジなんですけどさ、この辺はね、まあ、シンプルなんですけど、ここら辺、出会えた奇跡教えてくれる。この、出会えた奇跡教え、今度一個ずつコード変わる。この辺はなかなかね、こう、どん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 コード変わってきますんで、ここ結構ね、ポイントですよ。決めてください。で、ここの、三拍子のところの後半からはガズペジオって書いてあります。これ三拍子でもガズペジオっていう弾き方をやります。こんな感じの弾き方。天使な時を超えて、ダンツン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 。これをガズペジオっていう分散和音でいこうと思うんですけれども、このガズペジオね。で、後半の4分の MC になってきたからは16ビートのチェアです。こんな感じ。私たちは誰もダン。毎回最後の1個のコードが変わるというね。これちょっと独特の16ビートのチェアですけど、ガズペジオと16ビートのチェア。この弾き方、いきましょう。
はい、ここに弾き方解説貼っておきます。このリンク先はガズレレのホームページの1枚でウクレレできるリズムのいろいろというホームページの中からガズペジオと16ビートのチャで練習してみましょう。で、ガズペジオなんですけど、解説動画では4分の4拍子でやってるけど、この曲は3拍子でガズペジオやりたいんで、そうするとこんな感じになります。タンチン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 タン、こんな感じです。ちょっとこうアレンジして、なんとなくね、これ掴み取れると思います。で、16ビートのチャに関しては、やっぱこれすごく難しいリズムなんですけれども、基本はね、8ビートから始めてください。8ビートやって、8ビートのチャやって、16ビートやって、16ビートのチャという、なかなかこう、ステップアップなんですけど、16ビートのチャがこう、気持ちよくできるようになるのが一応、最終目標というか、これはまあ、なかなか掴み取る。ここまでがね、楽しいところでもありますんで、ちょっとやってみてください。この曲はですね、やっぱ歌い回しというか言葉の乗せ方とかもちょっとね、独特で面白いなと思います。3分の3拍子と4、3分、3拍子と4分の2拍子のこのリズムの違いもね、楽しみの1個ですんで、ノリを変える。この辺もこう意識をして、ちょっと手、なんていうのかな、なんていうの、こう、チャンネルがカチッと変わるイメージでやってみるのが、この曲の世界観をこう高めるには有効だと思います。それでは行きましょう。ジュピター、ガズレレ流かっこいいバージョン、やってみる Every day I listen to my heart, it only shines out. 深い胸の奥で繋がってる果てしない時を越えて輝く星が出会えた奇跡を教えてくれる Every day I listen to my heart It's only tonight この空の耳中身をこうギュッとこう感じながらこう感情を込めて歌う。やっぱり音楽っていうのは感情表現ですからね。それがどれだけこう心が乗るか、こういう感じの音楽を楽しむのが素晴らしいと思います。もちろんこのテクニックみたいなこともあるんですけど、やっぱそっちが優先ですからね。そんなことを楽しみながらやるのが豊かな音楽でございます。皆さんもそんな感じで、楽しんでいただければと思います。これはねやりましょう。ありがとうございます。さあ、ウクレレ楽しいなと思っている方、どんどんこの楽しさを皆さんにお伝えしていきましょう。これをね、もう豊かになりますからやった方がいいですよ。はい。で、この今ご覧になっているガズレレ YouTube もご活用ください。チャンネル登録なんかもよろしくお願いします。はい。ガズレレ、このちっちゃいウクレレ1本で日本中飛び回っていろんなイベントやったり、このウクレレ自体を皆様の手にお届けできるようにちょっとまあ、ここを奮闘しておったり、本もいろいろ出してます。そんなようなガズレレの最新情報、この後ちょっと動画引っ付けときますんで、お時間ある方もない方もご覧になってくださいませ。今日は見ていただいてありがとうございました。ではご案内動画どうぞ。はい、皆さん、ガズレレホームページをまず最初にご覧になってください。はい、ガズレレ .com ですよ。ここを見たら大体のこと分かります。リンクもここに貼っておきます。さあ、次のガズレレイベントですけど、はい、こちらです。まず東北行きますよ。9月の22宮城県イオンホール名取、その翌週9月29
山形イオンモール天童です。はい、これはね、東北攻めます。今年の夏は、夏では9月だからもう真夏じゃないかもしれないですけど、東北でウクレレっていうのはね、これ面白いなと。皆さんぜひ来てください。両方とも島村楽器さんの主催のイベントになります。イオンですよ。はい、でウクレレ持ってきてくださいね。私のコンサートじゃないよ。みんなと一緒に歌って、みんな全員が出演者のイベントみたいな感じですからね。これがね、そのイベントに来ると私のね、あの話を聞きながらやるとね、もう本当にね楽しくなります。本当これはね来た方がいいですよ。もうこの先のね音楽人生が変わるっていうぐらい言っちゃいました。はい、でも、まあ、とにかくもう私に会いに来てください。お一人様でも大歓迎、仲間内でも大歓迎、もちろん私がいるからどなたでも大歓迎でございます。よろしくお願いします。あと本いろいろ出してます。これはですね、今年の夏はこれがヒットしてます。100曲入りの立東ミュージック社さんから出てるガズのソングブック100曲ですから、ぜひ皆さん こういうの本もねいっぱい見てくださいね。あとはこのウクレレなんですけど、クラウドファンディング大成功に終わりまして、なんとか皆さんの手に届けようと思って今動いてますね。もう少々、お時間を お待ちくださいませ。こんなね、この水引きなんかもね、あのホームページ上で販売してますんでね、ぜひ皆さんホームページいろいろ探ってください。楽しく音楽やる毎日素敵ですね。どんどん楽しみましょう。ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。